韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。いつでもいろんなドラマや映画が見られるネットフリックスとアマゾンプライムビデオ、新しく配信されるものもありますが、配信が終了してしまうものもあります。とは言ってもありがたいことに6月は少なめということで、本日はネトフリとアマプラで6月に終了予定の韓国ドラマ、韓国映画を番外編に添えて見ていきましょう。ですがその前に、情報はすべて動画制作時のものであり、日程も終了情報もあくまで予定であり確定ではありません。ご了承ください。病院船ずっと君のそばに、医療と恋愛のドラマ。離島で暮らす母親との間に確執を抱える優秀な外科医。ある時母は心臓発作で倒れ亡くなってしまう。母の面影をたどって病院船に赴任した彼女、内科医の男性に次第に惹かれていくが、彼が母親を最後に診察した医者であったと知ってしまう。人付き合いが苦手で恋愛経験ゼロの外科医に恥を、笑顔の裏にトラウマを抱える内科医に CN ブルー韓民局、最高視聴率 13%、 年上女性との恋を戦場で紡ぐ甘い恋愛模様とスリリングなメディカル要素が同時に楽しめるドラマ、病院船ずっと君のそばには、ネットフリックスで6月4日土曜に終了の予定。他 Hulu、 ABEMA、 Paravi で配信されています。花たちの戦い、宮廷残酷史、恋愛時代劇。侵略になすすべなく敗れ、属国となることを受け入れた王。そんな時代に側室の娘として生まれた女性は、宮廷で生きる道を選ぶ。8年後、人質に取られていた長男夫婦が帰国。西洋の思想や文明を持ち帰った長男たちと王はぶつかるが、その背後には王が寵愛する側室の存在があった。側室で上り詰めた麗しき悪女にはキム・ヒョンジュ、第16代王を演じたのは名優イ・ドクファ、高級を思うがままに牛耳った魔性の女、自身の欲望と野望を叶えるため火花を散らす。花たちの戦い、宮廷残酷史はアマプラで14日火曜に終了予定。他 Hulu と DTV で見られます。ここでちょっと番外編、配信終了予定となっている韓国映画一気にサクッとお届け。独占ビリーバー、犯罪アクションスリラー。麻薬取締局の刑事が長年追うのは巨大麻薬組織のドン。悪名を轟かせているにもかかわらず、誰一人本名も顔も知らない人物であるため、尻尾すらつかめないでいる。ある日麻薬製造工場が爆破され、生存者が一人、その青年と一緒に大胆かつ危険極まりない潜入捜査を始めることに。執念で動くマトリ役のチョジヌン、組織のステイヌにはリュジュンヨル、他キムジュヒョク、キムソンリョン、チャスンウォンなどが出演。韓国ノワールの真骨頂と呼ばれ、観客動員数500万人を超えた大ヒット映画。交通事故で亡くなられたキム・ジュヒョク最後の出演作でもあります。独占ビリーバーはネトフリでは2日木曜に終了。アマプラ、ユーネクスト、フール、DTV でも配信されており、 YouTube、Google プレイ、Apple TV では有料で見られます。太陽の下で真実の北朝鮮、ドキュメンタリー。平壌で模範労働者の両親のもとに暮らす8歳の少女、彼女を追うドキュメンタリーのはずが、北朝鮮側の監督の OK が出るまで繰り返し演技させられる一家。なんと住まいも親の職業も何もかもが仕組まれたシナリオであった。疑問に思った撮影スタッフは隠し撮りを敢行する。チェコ、ロシア、ドイツ、ラトビア、北朝鮮合作の映画、真実を暴く目的で撮られたドキュメンタリーです。太陽の下で真実の北朝鮮はアマプラで5日日曜に終了。 Unext とウォッチャでも配信、 YouTube、Google プレイ、DTV、Apple TV では有料で見られます。皇帝のためにネオノワールアクション。
将来を期待されていたが肩を故障した野球選手、野球賭博に手を染めてしまい球界を永久追放される。そんな彼に興味を持った暴力団組織、金が全てという闇の世界で野心にあふれる彼は頭角を現していくが、私の解放日誌が放送中の移民儀、空から降る1億の星、パクソンウン、若き日の移民儀が見られる映画ではありますが、濃厚なベッドシーンが何度かある18禁ムービーですので、ご覧になられる際はお気をつけください。肯定のためには Amazon プライムビデオで18日土曜に終了予定、他パラビとウォッチャで配信、 YouTube、Google プレイ、Apple TV では有料レンタルまたは購入が可能です。以上が番外編。6月に終了するであろう韓国ドラマに話を戻しましょう。プレイヤー、華麗なる天才詐欺師、犯罪アクション、あらゆる才能を集結させた詐欺グループプレイヤー、彼らが狙うのは違法に集められた汚い金、高利貸し、財閥2世など次々とターゲットを騙し悪行を暴く。だがそんな彼らに目をつけた検事、プレイヤーの作戦に目をつむる代わりに検察に協力するよう持ちかける。天才詐欺師を演じたのはソン・スンホン、優れた運転技術を持つドライバーにクリスタル、才能のあるハッカーにはイシオン、力強いファイターにはテウォンソク、最高のプレイヤーたちが汚いお金を華麗に盗むアクション物語。最高視聴率は OCN にしては決して悪くない 5.803%。 プレイヤー華麗なる天才詐欺師はアマプラでは21日火曜に終了、他パラビで配信されています。恋の記憶は24時間、マソンの喜び、ラブコメ、すべて完璧な脳神経外科医とトップスターが出会い惹かれ合う。だが彼女を陥れようとする人たちを追った彼は交通事故に遭い、眠ると記憶を失う障害を抱える。一方彼女は事件に遭遇し容疑者となってしまう。3年後に偶然再会した2人、彼女の記憶が断片的に蘇った彼は彼女が気になり始める。クガの書、千年に一度の恋、チェジニョク、サム・マイ・ウェイ、恋の一発逆転、ソン・ハユン、他元インフィニット、イ・ホウォン、元アフタースクール、イ・ジュヨンが主演。深夜0時になると1日の記憶が消えてしまうシンデレラ記憶障害、毎日忘れてしまっても今日も君に恋をする。恋の記憶は24時間、マソンの喜びは22日水曜に終了予定、パラビとアベマでも配信されています。ライフ、医療ヒューマンドラマ、応急医療センター所属の強い信念を持った若手医師、ある日大企業の経営者であった人が社長として赴任してくるが、企業のように経営効率と利益を最重要視する新社長、そのやり方に医者たちは反発する。トッケビ、君がくれた愛しい日々、イドンウク、秘密の森、深い闇の向こうに、チョスンウ、他ウォンジナ、イギュホン、ユジェミョン、ムンソリが主演。最高視聴率は 5.561%。 緊迫した医療現場で対立する、守ろうとするものと変えようとするもの、病院を構成する様々な人々を巻き込んで信念と信念がぶつかる様を繊細かつ力強く描きます。ライフは Amazon プライムビデオでは21日火曜に終了、他 Unext と DTV で見られます。いかがでしたか？終わる前に見るって決めたものはありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。